第6章。母親が倒れてからも父の亀吉の怠け癖は治らなかった。時たまわずかな銭を稼いではくるが、あとは置き場に任せきりであった。その間の家賃や医薬代や米や酒屋などの借金がたまって、おろくの葬式を出すこともできない始末になっていた。そして昨夜、亀吉は置き場に身売りの相談をした。相談とは口先のことで、すでに世間と話がまとまり、内金として五両を受け取っていた。私、明日その人に連れて行かれるんです。それで一目会っていきたいと思ったものですから。そう言って置き場は微笑した。泣いたりなんかしてごめんなさい。こんなこと話すつもりではなかったのよ。ただ一目会っておきたかっただけ。と置き場が言った。富次郎は逆上したようになり、置き場の肩をつかんで、そんなことはダメだ。そんなことをさせるものか。金はいくらだ。と怒鳴った。私はお前を嫁にもらうつもりでいた。だからもうすぐ店が出せるということも話しに行ったんだ。わからなかったのか。わかってたわ。私、嬉しかったのよ。置き場はまた微笑した。嬉しかったけれども、本当にそうなれるような気はしなかった。それまでに何か悪いことが起こるだろう。きっと何か邪魔が入って一緒になることはできないだろう。そんな気がしていたのだ。と置き場は言った。富次郎は彼女の肩をつかんで揺すぶり、金はいくらだ。と聞き続けた。お前に身売りなんかさせやしない。金は私が都合する。いくらあればいいんだ。置き場が父から聞いた額は12両だった。富次郎はよしと言った。今夜というわけにもいかないが、明日の遅くも昼までには持って行く。必ず持って行くから、それまで決して動くな。誰に何と言われても、うちから出ずにいてくれ。と念を押した。そうして、置き場に別れて店へ戻ると、私はすぐにそのことを主人に話しました。主人は物分かりのいい人で、店の者たちにはもちろん同業仲間でも特人と言われていた。しかし富次郎の話を聞くと首を振った。そんな怠慢な金は出せないというのである。富次郎は取りのぼせていたから12年も奉公していて預けた金もある。その金なら渡してもらえるはずだ。と言った。金ではない、お前の一生のことだ。と主人が言った。質屋というものは他の商売と違ってわずかな利息で稼ぐものだ。そんな父親がついていればここで12両渡してもそれだけでは済まない。これから先も必ず背びりに来るだろう。そうなれば夫婦の仲だってうまくはいかなくなる。世間にはいくらでも例のあることだ。その娘のことは諦めるがいい。と主人は言った。私には返す言葉がありませんでした。主人の言う通りである。妻が生きているうちは妻に稼がせ、妻が死ねば3日と経たないうちに娘を売ろうとする。そんな父親のついた娘をもらって家が収まってゆくはずはない。確かにその通りであるが、それだからこそ置き場が哀れだった。先のことはともあれ、そんな父親のために置き場は身を売られようとしている。今売られようとしているのである。置き場の一生がめちゃめちゃになろうとしているのだ。私は決心しました。と彼は言った。主人に預けた金は10両にちょっとかけますが、店を出すときには貯めただけの金高を主人から別に貸してくれることになっているんです。もちろんそれは利をつけて返すのですが、とにかく私の分として20両近い金があるはずなんです。おみつは黙ってうなずいた。私は金を持ち出そうと思いました。だが主人も彼の気持ちを察したと見えて、あくる日いっぱいその隙を与えなかった。富次郎は身を焼かれるような気持ちで時を過ごしたが、日が暮れてから間もなく、ほんのわずかな機会に帳場から金を取り出し、そのまま夢中で深闇へ駆けつけた。置き場はいませんでした。と富次郎は頭を垂れた。うちには親の亀吉と知らない男が二人とで酒を飲んでいて、置き場はもう行ってしまった。
お際にちょっかいを出すなと言うだけなんです。彼はお際の売られた先を聞いた、世間の宿も聞いたが、亀吉は何も知らないの一点張りで、そのうちに男の一人が口を挟み、俺は正気の権六という人間だが、因縁をつけるなら俺が相手になろうと言い出した。とてもダメだと思って、私はそれから探しにかかったのです、と彼は続けた。近くの神明から始めて、狂は岡場所を次々に回りました。私はそういう場所を知りませんから、カゴに乗ってカゴ屋に教えてもらい、組合や会所で聞いてから、それとおぼしい家を訪ねたんです。無理だわね、とおみつが首を振った。それですっかりお金を使っちゃったのね。深川へ来た時にはまだ少し残っていたんです、と彼は弱々しく言った。まだ一両近く持っていたはずなんですが。無理だわそんなこと、おみつが言った。そんな風に探し回って、たとえその家にぶつかったところでここにいるなんていいっこないわ。じゃあ他にどうしたらいいでしょう。使った金は15両ね、と言っておみつは何か考えるような目つきをした。お互いは帰れないわね。自首して出る方がマシです。ちょっと待って。おみつは目を上げた。あんた今正気のなんとかって言ったわね。権六、確か正気の権六と言いました。おみつは口の中でその名を繰り返しつぶやいた。富次郎はうつむき、仮着の天瀬の妻を震える指で撫でた。そのさらしを取り替えましょう、とやがておみつが立ち上がった。そうしてもう寝る方がいいわ。もしかするとお際さんのいる家がわかるかもしれないから、あんまり気をやまないようにしていらっしゃい。富次郎はびっくりしたようにおみつを見た。もしかしたらよ、とおみつは言った。今さらしと薬を取ってくるわ。十時近くになって定七と吉之助が帰ってきた時、隅にいた見知らぬ客がいつもの「金はあるぜ」を怒鳴っていた。お重役の金がなんだ、金なんてクソみてえなもんだ、欲しけりゃくれてやるぜ、などとわめき、泥酔のあまり土間へ転げ落ちた。そこには与兵と源蔵、正知と千吉がい、灘分の小兵が来ていた。彼らは飯台に向かって飲んでいたが、その客には目もくれなかった。怒鳴る声にも耳を貸さず、土間へ転げ落ちても知らん顔でいた。小兵は次の荷取りを告げに来たもので、品書きを幾蔵に渡すと間もなく、定七たちと入れ違いに帰っていったが、帰り際になってから、荷下ろしを頼めないだろうか、と言った。今度も誰も返事をしなかった。船は三四日うちに入るんだ、と小兵は口説いた。荷は傘のねえもんだから、五人で行けなければ三人でもいいんだ。越前堀はどうしたんだ、とからかうように正治が聞いた。越前堀が受け負ったんじゃねえのか。ねえ、親方頼むよ、と小兵は幾蔵に言った。三人でもいいんだ。三人でも五人分の手当を出すがね。どうだろう、親方。幾蔵は答えなかった。小兵は与兵を見、正治を見た。彼らはそっぽを向いたまま飲んでおり、土間に転げている客が惨めにおえつし始めた。小兵はしょげて、じゃあまた、と言って出て行った。定七と吉之助が奥から手を拭きながら出てき、飯台に向かって腰を下ろすと、定七が与兵を見て、おめえ、権のやつを知ってたな、と聞いた。与兵は振り向いて定七を見た。権？権六か。今、おみつさんに聞かれたんだ。おめえ知ってたんじゃねえのか。知ってた、と与兵が言った。正気の権六ってんだっけな。嫌な野郎だ。世間をやってやしねえか。与兵は自分の杯に酒をついだ。どうだかな、そのくらいのことはやりかねねえ野郎だが、うん、やりかねねえな。居所はわかるか。わからねえことはねえだろうが、
野郎に用でもあるのか。おみつさんに聞いてくれ。定七は言った。おめえの連れてきた男、富次郎とかいうあの男のことで。まあいいや、おみつさんから聞いてくれ。幾蔵が彼と吉之助の前に酒と魚を出してやった。土間に転げている客のおえつの声がそのまま荒いいびきに変わっていた。あくる朝、定七は店の東側に立って庇の上を見上げていた。庇の上には目ざるをかぶせた四角な板が乗せてあり、その中には昨日の小スズメが入っていた。小スズメは小さく膨らんだまま、泣きも動きもせず、さっきからじっと身を縮めている。小さなまだ黄色っぽいくちばしのすぐ前に飯粒の塊が置いてあるが、それさえついばもうとはしなかった。待ってな、と定七はつぶやいた。今におっかさんが来るからな。おめえ泣けばいいんだがな。泣けばおっかさんに聞こえるんだが、おめえ泣けねえのか。店から与兵衛とおみつが出てきた。与兵衛はまっすぐに橋を渡って行き、おみつはゴミ箱の方へ来て定七を見つけた。